男性。男性、男子用、とは、売春する男性または売春される男性のことであり、男性の娼婦の意味でこのように呼ぶ。年齢は、少年から、青年、中年まで広範囲にわたる。また、男色の相手としての男性と、女性に売春され、春をさぐ男性に大きく二分される。現在では、芸用語などで、ボーイと呼ばれることが、一般的である。 アラブペルシアにおいては、酒を飲むことも、同性愛も、宗教上の近畿であったが、実際には、飲酒や美少年を賛美する詩人の詩が広くるし、また男食相手の地語や美青年を置いた視点が存在、酒と男性を同時に提供していた。カリフやスルタンの中には、中国の皇帝と同様に、美青年や美男を寵愛する者が存在し、彼らは、朝身となって、 大きな権力を持つこともあった。イスラーム世界の少年愛を参照。インドにおいては、カーマスートラが男性同士の性愛での快楽の技術を詳細に記述しているように、同性愛行為は珍しいことではなく、奴隷身分のものがしばしば断章として、売春に従事させられていた。古代ギリシアには、売春婦が公然と存在したし、召喚もまた存在したが、 同様に断章を売り物とする召喚も公然と存在していた。個人レベルでの断章も存在し、また神殿売春とも関連して、古代、ローマやオリエント世界にも共通するが、聖なる神殿娼婦が存在する一方で、神殿断章も存在した。古代ローマとなると、とりわけ帝政時代の乱熟期には文化のシンクレティズムが生じるとともに、 様々な風俗や性的慣習なども入り込み、召喚は、客の多様な性的嗜好に対応するため、様々な年齢の娼婦を置くと同時に、同じように多様な年齢の男性も置いた。西ヨーロッパでは、中世においては娼婦を置いた召喚が公然と存在したが、男性間はそれほど公然とはしていなかった。しかし、ルネッサンスから近世にかけると、イタリアの自由都市においては、 多数の男性が外国人の客を迎え、豪華な男性館も存在した。近代以降になると、ロンドンやパリなどの大都市では、同性愛者の需要に応えるべく、男性のネットワークができ、男性を摘発しようとする警察とネットワーク組織の間で陰然としたやりとりを行われた。しかし、危険を冒すことなく、男性を手に入れたければ、南国イタリアが外国人を歓迎して、 談章を用意していた。その中には、幼い少年もおり、虚勢して中性的な容姿の談章を作ることが行われた。日本においては、古くから歌や踊りを披露する芸人が売春に従事し、談章もまた存在した。寺院の地語や武士の間の男職の相手は、売春ではないが、その終焉に、春を、行く、被災者が存在した。 人身売買が公然と存在し、事実上の奴隷性が存在した中世には、売春のための稚語の少年を抱えた親方が、客に少年を人よ売ることで、利益を上げる商売も存在した。江戸時代、歌舞伎における女性俳優が売春行為の恩賞となったため、これが禁止された。これに対し若い男性が女役を演じる若手歌舞伎が起こったが、ここでも、 売春行為が行われたため禁止された。これに代わって、野郎歌舞伎が交流し、歌舞伎芸人は、若い者も年長の者も、総じて、客の男色の要望に応えて、身を打った。また、江戸の吉原を中心に、何種類もの形態で遊女が登場したように、男性の世界においても、影魔茶屋の高級色子から、地方周りの男性芸人、影間に至るまで、 多様な姿で売春が展開していた。その多くは12歳で、水揚げ、客を取り始める推し、19歳くらいまで客を取り続けるものが多かった。20代後半になっても、客を取っている男性もいたが、大釜などと言われ長笑の対象となった。男性としては、なよやかでほっそりとした小柄な少年が好まれた。よって幼少期から男性として育てられる少年もいた。 江戸では大半が京都、大阪出身の優美な言葉遣いや少佐が身についた神がだらくだった少年たちだった。彼らは大衆の元となるような食物は一切取らず常に口と体を清潔に保つように心がけた。もっぱら男性の相手をしたが成人すると御殿女中や御家などの女を相手にすることもあった。太平洋戦争前の上野には 男性がたむろしていたことが知られていた。日本では男性という言葉は戦後小説男性の森などをきっかけに広がり、女装して客を取る彼らの風俗が同性愛者のステレオタイプになった。終戦直後も上野では男性はもはや名物と化しており、女装しているものもいないものも売り混ぜ、百人近くが見られた。1948年、 昭和23年11月には、当時の警視総監である田中英一が、断章に取り囲まれた上に、沖与との通り名を持つ32歳の大物断章に、殴打されるという事件が発生した。大阪では、天王寺公園近くの安倍の区旭日町が、断章の森と呼ばれた。現在でも、こうした断章は少なからずいるが、街角に立って、客を待つ断章が、 ほぼいなくなったこともあって、断章という言葉は、戦後間もなくに比べると、あまり認知されなくなってきている。この断章という言葉を使って、国会において、青島幸男が、自民党への政治献金の莫大さを批判して、当時の佐藤栄作首相を、財界の断章とやゆしぶつぎを醸したことがあった。近年は、ゲーム家風俗店、いわゆる売り線で従事するものが当てはまる。 1950年代頃はボーイを置いた、今でいう売り線のようなゲーバーが多く、遅くとも1960年代初頭にはすでに、勇刊誌や、スポーツ新聞に、新種と美少年のオアシス、美少年ボーイ多数、縁で、ヌードモデルが出張しますなどと銘打った、新宿などのゲーバーの広告が載っていた。そうした店は、ヘテロ男性や、女装愛好家、女装した男性を専門に好きになる。 ゲイ男性を客層にした、ニューハーフ風俗と住み分けがなされており、女装することはなく、男性の格好で接客し、男らしさを売りにしている。また、男性という言葉は使われず、現在では、ボーイと呼ばれることの方が、一般的である、ゲイ用語を参照。こうした男性の中には、同性愛者、ゲイや両性愛者、バイのほか、異性愛者、いわゆるノンケが従事していることもある。 多くの店では HIV などの性病に対して敏感になっており、セーフセックスでサービスを行うことが一般的である。商談、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。